AFCU-19 選手権2018は2018年にインドネシアで開催されたの第40回目の AFCU-19 選手権である。10月18日から11月4日にかけてされた本大会の上位4チームには 2019FIFAU-20 ワールドカップの出場権が与えられた。サウジアラビアが13大会ぶり3回目の優勝を果たした。 試合は、ジャワ島の3つの会場で行われる。組み合わせ抽選会は、2018年5月18日に、ジャカルタで行われた。ポット分けに関しては、以下の通りとなった。キックオフ時間は、現地時間による。グループリーグに関しては、以下の通りとなった。アラブ首長国連邦、V カタールインドネシア V チャイニーズタイペイチャイニーズタイ、米 V アラブ、 主張国連邦カタール V インドネシアインドネシア V アラブ主張国連邦カタール V チャイニーズ台北イラク V タイ日本 V 北朝鮮北朝鮮 V イラクタイ V 日本日本 V イラクタイ V 北朝鮮ベトナム V ヨルダン韓国 V オーストラリアオーストラリア V ベトナムヨルダン V 韓国ベトナム V 韓国オーストラリア V ヨルダンサウジアラビア V マレーシアタジキスタン V 中国中国 V サウジアラビアマレーシア V タジキスタンサウジアラビア V タジキスタン中国 V マレーシアカタール V 対日本 V インドネシア韓国 V タジキスタンサウジアラビア V オーストラリアカタール V 韓国日本 V サウジアラビア韓国 V サウジアラビアありがとうございます